トンローエリアにある使い勝手の良いコンドミニアム、ハウマッチ。サディカエリです。今日はですね、トンローのソイ25にやってきました。この辺はですね、トンローの中でも特に閑静な住宅街としてとっても人気です。今回ご紹介するヴィラ市からはファミリー層に人気のとっても素敵な物件です。では早速見に行ってみましょう。アットホームな感じでスタッフさんが待っててくれます。こっちがロビーみたいなんですけど、入った瞬間から開放感がすごいんです。天井が高い。くつろぐスペース、お子様のキッズスペース、もうこれだけでファミリー向け物件というのが分かりますよね。目の前に大きなプールが広がっているんです。もうここにファシリティが揃っちゃってるってことですね。いきなりロビーでここにプールも公園も、すごい、本当だ。卓球台もありますよ。プールして卓球して、子供の遊び場が外にもあるんです。ブランコと滑り台、もうこれだけで家族で住むためにバッチシということがよくわかります。ミーティングスペースもあります。ちょっとこっち見てみてくださいよ。じゃじゃーん、めっちゃいっぱい。しかも全部日本の本なんですよ。漫画、雑誌、お子様用の絵本などなど、たっぷり。日本人多いんですね、この物件。日本人すごい多いです。日本人向けのファミリー層向け物件ということで、なんかとても安心感がありますね。上にも何かあるみたいなので行ってみましょう。フィットネスルームでした。皆さんジムしっかりあります。じゃじゃーん、あ、結構広いじゃん。再現金は揃っているかなという感じで、これ走りながらプールが見える、とっても素敵なビューなんです。では部屋の方も見ていきましょう。スケルトンなんですよ。わかりますか、こんな感じ。すごい。こっちはおしゃれ用フェイク扉みたいな感じで、こちらにしっかりとあの中が見えない扉がついておりますので、ご安心ください。では今日はですね、2ベッドルーム111平米のお部屋です。ファミリー層向けなのかなと思います。なのでお父さんお母さんお子さん2人くらいのイメージで見ていきたいなと思います。ここが玄関スペースっていうことになるんですね。ここで靴を脱いだり、自転車を置いたり、ベビーカーを置いたりすることもできるし、目の前になんと下駄箱です。嬉しい。下駄箱あるのいいですよね。しかも家族4人分だったら全然足りるくらいの大きな下駄箱があります。もう一つの扉がここです。さっきも玄関だったんだけど、ここも玄関という不思議なシステム。ここで皆さん、あの床が変わっています。床がフローリングに変わります。では2ベッドルーム早速見ていきましょう。まずここになんと全身鏡、今日の自分を確認できます。ごめんなさい、私今すごくスルーしちゃったんですけど、ここ収納？気づかなかった。下駄箱？ここはゴルフバッグとか置けますね。あ、そうそう、大きな。こっちは靴が本当に多いお家とかはここに置けますね。ではここから廊下が始まりますが、ここはねリノベーションされてる。ここ自体は2010年地区ですね。そこまで古い物件ではないけれども、すごく新しく綺麗に感じます。いきなりまたここで収納が始まるんですね。こちらは小物を入れたり書類を入れたりするような収納があります。なんとびっくり、目の前にまた収納、収納だらけ。このうちすごい、ここも小物がたくさん入ります。じゃーん、こんな感じで廊下スペースがめちゃくちゃ広いので、これもあってもお子さんがすごく走り回れるイメージ、広くていいですね。リビングですね、ここにもまた収納があるんですよ。こっちはですね、かなり大きめの収納棚でたくさん本とかが入るような感じかな。下もたくさん入ります。収納だらけなんですよ、この家。ではリビング行きましょう。こちらです。じゃじゃん、アンティークな感じの可愛いリビングです。大きなソファー、こちらにございます。こんな感じの L 字ソファー、大きいですよね、うん、テーブルが可愛らしい。見てください、ガーリーな感じの。太陽光がとってもたくさん入りそうな大きな窓だよね。網戸がついているので換気はできますね。リビングも収納が多いですよ。いいカバンとか香水とかお酒を飾っておける、はい、飾るようですね。ね、素敵な収納、うん、でもこっちもそうでしょ。こことかは本当におしゃれな、いいお酒とかを飾りたいな。ありえないくらい大きなテレビ、すごい大きなテレビがついています。ダイニングですね。4人掛けの椅子はついております。キッチンが広い。めちゃくちゃ料理したくなる大きなキッチンです。シンクがありえない大きさなんですよ。
私今5ヶ月の赤ちゃんがいるんですけど、ベビーバスより大きいかもっていうような大きなシンクです。もしかして浄水器ついてるんじゃないですか。ついてます、ついてます。すごい。タイはね、水は外で買ってきたりとかしないといけないので、これが最初から入ってるとはめちゃくちゃ嬉しい。大きな四つ口コンロです。四つ同時に料理してください。換気扇も大きいし、フックがたくさんついててかけられるのはめちゃくちゃ嬉しい。そしてこれはオーブン電子レンジもついてます。部屋によるとは思うんですけど、コンドミニアムなんでこの部屋にはついています。収納がバーッとすごい。開けていきましょう。今収納を全部開けてみました。入りすぎて余っちゃう。とっても嬉しいものを発見したんです。じゃじゃん、これって食洗機ですよね。食洗機、割と新品の食洗機、ここに内蔵されてます。めちゃくちゃ嬉しい。食洗機が最初からついてる。こちらの冷蔵庫です。すごい大きいですよ。なので食べ盛りの子がたくさんいらっしゃっても足りるんじゃないかなという大きさの嬉しい冷蔵庫がついております。しかもね、めっちゃ新しい。最近オーナーさんが変えてくれたのかなと思います。ちょっとずつオーナーさんが新しくしてくれてるのが嬉しいポイントです。こちらにベランダがありました。レースカーテン、遮光カーテン、そして網戸ございます。微妙にベランダじゃないですね、これ。洗濯スペース外ではないんですよ。ちゃんと窓もあるし、天井もあるし、ここに洗濯機がありました。なのでここは洗濯機ルームということですね。光がたくさん差し込みますので、洗濯する、ここで干せる、ここに洗剤を置いたりタオルを置いたりとかできる。すごいいいですね。で、一応ここにちょっと出れるベランダがあるんですけど、狭いのであまり出なくてもいいかなという感じです。ここで干したらね、雨降っても。そうなんですよ。こういうスペースがあるのはめちゃくちゃありがたい。2ベッドルーム111平米ということで、寝室の方を見ていきましょう。廊下にですね、大きな扉が3つございます。こちらはお手洗いですね。とっても綺麗。水回りがね、綺麗なのめちゃくちゃ嬉しい。ここの洗面台スペースも大きいし、ね、ワシュレットがかなり新しい感じ、うん、シャワーなんですけど、ちょっと信じられない形してる。私このシャワーのタイプ見たことないですよ。ジェットシャワー、これめちゃくちゃ高ポイントですね。寝室の方を見ていきましょう。メインの方からいきますか。はい、こちらです。じゃじゃん。おー、寝室はとってもシックな感じです。黒とかブラウンで統一された大人な雰囲気ですね。コンドミニアムなので、自分の好みのシーツをここに付け替えてご自身でやってみてください。大きなふかふかのキングベッド、窓もかなり大きくて、朝は光がたくさん入ります。お母さんがお化粧をしたり、またはお父さんがお仕事をしたりするスペースになるかなと思います。ライトとかもついてるのが嬉しい。さあ、収納ですね。ベッドの小脇にも小さな収納があります。ここに本とか入れたりとかするようなところですね。収納開けてみましょう。じゃじゃーん。お父さんのスーツなどが入る棚、小物、パンツや靴下入れられます。下もあのハンガーかけられるんですよ。便利ですよね。ワンピースとかね、こっちにバーッとかけてください。こちらにも小物入れがありますので、たくさん入ります。上にもたくさん入ります。収納がたっぷりです。お風呂スペース、こちらです。洗面台、鏡も大きいです。で、ここも収納がついていますので、いろんなものをストック置けますね。ここにもたくさん収納が入ります。さあ、こちらはウォシュレットが新しく追加されておりまして、リモコンまでついております。バスタブ、こんな感じ。急にラブリーな感じになりましたね。普通のシャワーですね。確かに、あれ、ちょっと待って、お客様用のシャワーすごかったんですけど、こっちは普通です。両方使ってみて好きな方を試してみましょう。で、バスタブもかなり大きいんですよ。これご夫婦で2人で入っても余裕そうです。深い深い。これって軟水器、これをつけておくとすごく髪の質が良くなったりとかするらしいので、タイの水が合わないっていう方がたまにいらっしゃるので。セカンドの寝室を見ていきましょう。こちらです。あー、ベッドフレームがこれから来るということで、ちょっと準備中なんですけど、こっちもキングベッド、向こうもキング、ね、こっちもキングですね、うん、すごいな。みんな子供のうちからタイにいる子たちはキングベッドで寝れるから。メインベッドルームと大きさ変わらないくらいの広さの、広いですよね。狭いのもかなり広いです。こっちも窓が大きいですので、光がたくさん入ります。お子さんのお洋服、カバンなどなど、たくさんこちらに入ります。じゃーん。おもちゃとかはリビングの方にある収納にたくさん入るので、こっちは洋服とかだけでもいいのかなと思います。かなり入りますからね、ここだけでも。お手洗いとかは部屋の中にはついてないんですけど、リビングの廊下にお手洗いシャワーがついてますので、そちらを使うことができます。それではハウマッチの時間がやっ
ってまいりました。今日もいいお部屋でした。コンドミニアムという物件の種類ということで、そこまで高くはないんじゃないかなと予想しています。ロビーから入った瞬間からもう子ども向けの遊び場がたくさん、中も外もプールも卓球台も漫画もすごかったですよね。なのでファミリー向けで閑静な住宅街に住みたい方にとってもおすすめの物件です。はい、それでは物件の方をまとめていきます。エリアはトンローになります。トンロー駅から徒歩20分、物件は2010年築7階建てのコンドミニアムになります。お部屋は2ベッドルーム111平米、ファシリティはプール、ジム、キッズエリア、卓球台、ラウンジ、サービスカーがございます。サービスカーがあるのもありがたいですね。コンドミニアムって言われると値段がよくわからない、珍しいですよね、私たちが紹介している中では。ただサービスがついていないということなので、ちょっとはサービスアパートよりは安いんじゃないかなと予想しております。では行ってみたいと思います。はい、それではエリちゃん、2ベッドルーム111平米おいくらからでしょうか。6万5000バーツから。イギリモギリよいしょ、やっていきましょう。お題はこちらです。こんなお部屋は紹介されたくない、うん、どんなの。どうしようかな。行ったれ行ったれ。最寄り駅まで徒歩2年。2ベッドルーム5万5000バーツから。気になることがあったらどんどんコメント欄に質問してね。チャンネル登録も